超豪華これ。すごい。おお、来た。かっこいい。このゲームめっちゃ面白いっす。どうも皆さん、レオです。さあ、今日のですね、今日のというか、まあ、今回のレオの遊び場は自宅からではなく、ちょっといつもと違う場所からお送りしているのですけれども、実はですね、先ほどまで映画鋼の錬金術師完結編の、舞台挨拶イベントをやってきました。そしてイベントをやって今こんな感じでやってるということは、ゲストが来ています。レオの遊び場でいうと、だから実写でいうと知念以外は初めてのゲストの方になるのかなというふうに思っております。こちらの方が遊びに来てくれました。はい、はじめまして、映画鋼の錬金術師で MB 役を演じさせていただいております、本郷奏太です。よろしくお願いします。お願いします。光栄。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとう、呼んでくれて。いや、じゃあ奏太くんって、うん、まあもちろんね、そのレオの遊び場来てくれてる方、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ゲーム好きなんですよね。ゲーム大好きです。めちゃめちゃゲーマーですよね。めちゃめちゃゲーマーだと思う。でもいや、山田くんのさ、チャンネルもちろん見てますよ、はい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 、レオの遊び場。いや、ゲーマーって僕名乗っちゃいけなかったなって思いながら、いやいやいや見てるよ。多分ジャンルが違うだけで、まあ、やるジャンルは違うかな。めちゃめちゃやり込んでる系のゲームとかも結構あるんじゃないですか。うん、なんか僕はもうちょっと平和なゲームとかの方が好きで、なんか育てたりね、可愛、はい、いやつを育成したりして戦わせる例のあれとかをやったりします。あれですね、多分みんなが知ってるあのボール投げるやつですね。さあ、さてですね、今回のレオの遊び場、何のゲームをやるのかと言いますとですね、うん、映画鋼の錬金術師完結編公開記念でスクウェアエニックスさんから2022年夏配信予定のスマホゲーム鋼の錬金術師モバイルを実況プレイしていきたいと思います。すごすぎる。だってまだまだ出てないやつでしょ。出てないです、出てないです。しかもその鋼の錬金術師のゲームを山田くんと一緒にできるんでしょ。やばあげすごい嬉しいわ。いや、このだから実況プレイ自体は、うん、僕のちょっとわがままをあのスクエニさんに言わせてもらって、いやいや、何をわがままだよ、ありがとうございますって感じだと思うよ。いやいやいや、もう本当にちょっと、いや待って、ゲーマーの俺として、うん、鋼の錬金術師モバイルが出るのにやらぬわけにはいかんと、先にできませんかっていうわがままをね、いやいや、ちょっと聞いていただいて、うん、まあ、できるんであれば、まあ、ゲーマーのかなた君と、ありがとう、一緒にやりたいということで、まあこういう形が実現したということなんですけど、めっちゃ楽しみにしてた今日、そのハガレンのゲームできるっていうのを聞いてたから、それを山田くんと一緒にってことでね、今日はワクワクして来ていました。だから若干さっきまであのイベントでやってたテンションと違いますよね、我々ね。なんかちょっと普段っぽいというか、終わった感じするよね。ここからちょっと遊び場なんでね、あのリラックスしてできればいいかな、お邪魔させていただきます。よろしくお願いします。僕 YouTube はちょくちょくって感じですか。もちろん見てますよ。僕 Apex はすごい下手なんだけど、はい、憧れはあって、だから動画を見たりとかする。それで山田くん YouTube 始めるって知った、もう始めた日からもちろん登録させていただいて、ちょこちょこ見させていただいております。嬉しいです。で、かなたくんはね、こういろいろフィギュア作ったり、まあ、もちろんゲーム作ったり、やったりもしてますけど、僕も見させていただいてますから、ありがとうございます。そんな、もう、いやいやいや、山田くんの貴重な大切なお時間を僕なんかのやめ、なんでやめてくれ。だからレオの遊び場の皆さんもぜひかなたくん YouTube、 ありがとうございます、登録よろしくお願いします。さあ、ということでですね、今回は鋼の錬金術師モバイルを一緒にかなた君と楽しんでいきたいと思います。楽しみ。始まった。ついに。かっけー。かっこいい。リオール。あ、最初のあれじゃない、詐欺師的な。はい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 。私は太陽神の。え、これってかさ、モバイル版クオリティ高くない？豪華ね。だって作ったってことでしょ。おお。あんたらの方がなんだこれなんだ。すごっ。あんたら大道芸人かなんかかい？あのな、おっちゃん、江戸だ。江戸だ。大道芸人に見えるってんだよ。なんか 3D だけど 2D っぽくもありつつ、うん、アニメのなんか感じで動いてる感じがしてすごいいいね。うん、ちょっと探し物をね。ちゃんとパクロミさんの声で。ねえ、パクさんだ。ごちそうさん。じゃあ行くか。すげえんだけどこれ。めっちゃすごい。擬音もなんか漫画っぽく入ってっぽいっすね、これ。だいたいそんな格好で歩いてるから。これね、
すぐ直すから。来るぞ。直すからって。じゃあ早速。はいはいはい。そんじゃ行きまーす。釘打だなんて言ったら怒られるのかな。わかるわかる。釘宮さんね。そう。これでいいかな。おお。こりゃ驚いた。あ、あんた。奇跡の技が使えるのかこの町では奇跡の技と呼ばれていましたね。エルリック兄弟っていや結構長通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。これはこの流れあるあるじゃないですか。噂の天才錬金術師。うわ、ここまでやってるんすね。来てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて、これ鋼ファン歓喜ですな。ねえ、すごいな、こう一つ一つ作ってんのがクオリティが高い。一度見に行ってみるか。これだってその奇跡の技ってのたくさんの国さんも新しく入れ直したってことでしょ。そういうことなのかなって今思って聞いてたんだけど、どうなんですかね。アニメのあれなのか、うん、お、なんか始まりそうな雰囲気あるけど、うんうん、どうぞこちらへ。あ、確かになんかゲーム画面の視点っぽいよ ね。ゲーマーならではの分かる、うん、この角度。TPS 視点というか。ええ、すぐ終わらせてしまえ。このように。手下か。あ、ここもいいシーンですね。いいですね。死刑、何をなさるのですか。これは教主様の命だ。教主様のお言葉は我らが神のお言葉。これは神の意志だ。知らない人が見たらびっくりする。どういうことって。おお、バトルっぽくなった。ほう。すべての敵を撃破。味方の行動ターン。僕に任せて。ああ、こうマスゲーム風なね。タクティカル系の。そうですね。うん、ターゲットを選択で確定。ああ、なるほど、はいはい、かっこいいアクション。で反撃があって、うん、一旦ってことか。そうですね。めっちゃ強いじゃん。モーションとかすごいな。かっこいいっすね。みんなハガレ見たことある？いやでもあるんじゃない、このさ、チャンネルを見てる方は。確かに世代かな。だし、もう山田くん出てるから何回も見てる人たちばっかじゃない？どうなんだろう、見てくれてんのかな。神聖なる教会へようこそ。どう考えても悪者の登場を力悪いですって、もうおでこに書いてそうだもんな。教えてほしいもんだ。せこい錬金術で信者を騙す方法とかね。さて、何のことやら。私の奇跡の技を錬金術と一緒にされては困るね。賢者の石使ってる。例えばその指輪がそうだ。使ってるからな。さすがちょっと表情変わった。変わりましたね。錬金術師、すべてお見通しというわけか。ご名答。伝説の中だけの豪華だな。これね、相当変なあれで言うとお金めっちゃかかってますよ、このゲーム。今こう端々に感じるね。とてもこうモバイル版とは思えないんだよな、うん、ね、本当にボイスとアニメーションと戦闘時のモーションとか、ゲームとしてのクオリティが高い。ね、奇跡の技は神の力は私の願いを叶えてくれるんですか。ハガレンのゲームってさ、確かにたくさん出てはいるけど、はい、その当時、連載当時に出たものが多いからさ、そうですね、昔のハードだったりするから、うん、この最新のハガレンゲームっていうのが熱いね。ね、やろ。確かに神のだがな、この石があれば生体の錬成も、ね、お前の恋人を蘇らせることも可能かもしれない。人の弱い部分につけ込んで、こいつ倒してください、山田さん。任せてください、ボコボコにしますよ。ボコボコにしてください。ほらもう悪者しか言わないセリフ。俺のロゼに手を出すな。いつから俺のロゼになった。あ、違った。可愛いからね。可愛いから。あ、揺らいでる。やめろ、ロゼ行くな。ダメだよロゼさん。二人とも、あー、それでも一人きりになってな、心が今弱ってるからね。いい
本当に。さて、でもさ、ここでこう人体錬成がいけないことだっていうのもさ、ちゃんとこの2人に過去があるから止めてるんだよね。そうなの。さすがカナタ君ね、マジで。で好きだからハガレン。そうね、面白いのよ。でも見たことない人でもこれやってれば、そうだね、確かに結構こと細かにやってるよ。めっちゃ細かく追ってくれてるね、うん、あ、そうかそうかそうか、名シーン来るぞ。いあ、キメラと戦うのね。あ、来る、来ました。あ、はいはいはい、しっかり味わえよ。かっけえ。なぜ、そういうことね。よく見ておけ。これが人体錬成、神様とやらの領域を犯したトガビトの姿だ。かっこいい。トガビトの姿だ。っいい、行ってみて。トガビトの姿だ。かっこいい。どうさん、どうさん、格の違いってやつを見せてやる。これ好き、これ好き、このセリフ。なぜこんなガキが鋼なんぞといういかつい称号を掲げているのか不思議でならなかったが、そうどうぜ。この者たちはな、錬金術師の間ではあんたそれやるって言うて間違いないですよ、ね、言ってんじゃん。あ、キメラはさっきの人より強いかもね。そうですね。ここまで行けばよか。なるほど。押すと移動してくれて。あ、でも意外と柔らかいっすね。柔らかいっていう言い方がドゲーマーなのよ。お、なんだこれ。お、なんか光ってるね、うん、通常攻撃じゃないものか、スキル的な。おー、きたー、かっこいい。あ、はいはいはい。うわー、錬成なんだ。うわ、いいな。これやばいっすね。これ、この2人以外にもプレイアブルキャラあるのかな。あるとしたらめっちゃ楽しみじゃない。めっちゃ激アツ展開待ってますよ、ね、これ。もっとも、元に戻れるかも。教師さん、もう一度言う。痛い目見ないうちに石を僕たちに渡してほしい。ならばこの神の元へ送り届け。今日だぞ。ロゼンもいるのにめっちゃ打ってる。出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああ、そうかい。そうだね。いや、いいな。バカだ。グラフィック綺麗だね、マジで。すごい。いや、これで1の1が終わったと。すごいクオリティだったね。やばい、びっくりした、ちょっと、ね、正直本当になんかスマホゲームのレベルじゃなかったね。そう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 、なんかこう何かちょこちょこっていじって、うん、まあなんか敵倒すのかなぐらいでちょっと思ってたけど。わかるわかる、どうせキャラゲーなんじゃないぐらいに思ってたけど。そう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 、すごかったな。アニメとかも豪華で、うん、これ別になんかそのハガレン出てるからとかじゃなくて、うん、ゲーマーとしても、うん、ちゃんとゲームとしてのクオリティが高いからめちゃめちゃ楽しめるゲームだと本当にそう思ったな。やる、カナタ君。いいっすか、やる。ワクワクしてた。ちょっと1の1じゃ、まあもちろんチュートリアルなんてね、うん、簡単だと思うんで、復讐者スカー、まあ映画のね、復讐者スカーにちなんでスカーが出てくるでしょ。まあ多分だいぶ先の後半になるよね。後半というかね、真ん中ぐらいかな。ほら、どんぐらいなんだろう。やっぱ山田さんぐらいになると、うん、そう言ったらそこをやらせてもらえるんですね。やらせてもらえるでしょう。わからないけどやらせてください。やらせてくれるということなので。スカーが出てくるショー、うん、4の3ですね。おー、ここプレイしていただきたい。4の3まあまあ進んでるよ。1のキャプチャーでどこまであるのかがわからないですけど、4の3プレイしていただくんですけど、うん、バトル開始時にエド、アル、エンビを選んでください。マジエンビいるんですね。いるんだ、やった。で残りの2キャラは好きなキャラを選んでいただいて構いません。5人でパーティーを組むみたいな感じ。そう、5人編成ですね。それも相談しながら決めよう。で開始時は変更できないんだって。なるほどなるほどなるほど、うん、いやちょっと選びましょうよ。はい、お願いします。じゃあ山田くん、はい、このスカーが映ってる4の3をさせていただきます、うん、お願いします。えい、破壊の右手というエピソードですね。あー、ここね。はい、あー、うん、分かる分かる。じゃあ行きます。ロード画面かっけえな、これマジで。これなら追ってこれないだろう。はい、
壁を作って。やっと巻いたか。兄さん。あ、うわ、壊れた。スカーだから壁壊せるのよ。あんた何者だ。なんで俺たちを狙う。貴様ら作る者がいれば壊す者もいるということだ。これも印象的なセリフ。かっこいいね。ねえ、しかねえ。お、バトルですか。いい度胸。絶対強いよ。絶対強いね。絶対強いよ、スカーは。何、不意打ち食らった。一撃。あるが。これでバトルに入ると。あ、で5人選べるんですね。あ、うわ、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるぞ。待って、めっちゃいるじゃん。おい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 、ちょっとゆっくりスクロールして。ゆっくりゆっくり。オリビエいるし、リンいるし、スカー、うわー、大佐も使いたい。エンビは行こう。そうね、エンビは使わせていただきます。うん、私が演じているので。エンビをじゃあこの辺に配置って、こんな感じかな。違うな、エンビを去るのかな。あ、こうか。ドラッグ&ドロップですね。おー、いいね。おー、え、これホムンクルスパーティー組めるんじゃない。でもさ、ちょっとさ、見てっていい。うわ、ヒューズさんもいいし、グラトニーかわいいし、うわ、うん、うわ、ハボックとかもいるんだ。うわ、渋渋いね。あ、ねえねえねえ、あのさ、なんかさ、あの、なんだっけ、キメラじゃなくてさ、あの、この、あの、なんだっけ、あの、この、あの、なんかこう、なになになに、包丁持ってさ、このさ、このバリーね。こいつめっちゃ覚えてる。いいキャラしてんだよな。どうする。え、どうしようか。これさ、キャラ選択めっちゃ楽しくない？めっちゃ熱いな。なんかさ、大佐のこの炎の技とかも見たいけど、見たい。ちょ、一人ずつ、一個ずつ選ばない？あ、いいよ。僕はじゃあ、うん、あ、難しいな。マジで難しいけど、うん、大佐にしようかな。大佐ね。大佐やっぱ、まあまあ、外せないキャラでも、ね、うん、王道。うーん、どうしますか。どうしよう。メイとかもいるし、今回映画出てきますね。ランファンも。黒島ゆいなさんかっこよかったね。かっこよかった。ホークアイもいいし。いや、でもマスタングいるなら、はい、ホークアイ。あ、なるほど、いいですね。鷹の目は入れた方がいいと思うな。鷹の目入れたい。雨降ってるし。あ、そうだ。てか雨降ってる時大佐ダメかもしれない。まあ行きましょう。あんのかな、その辺の。なんかもしかしたら細かいのあるかも ね。行きますよ。戦闘開始。6ターン生き残る、もしくは全ての敵を撃破。うわ、やっぱり囲まれてんの。何をしてくるかわからない。マジ？味方いる系ね、これ。マジっすか。キャラクターと押し、キャラクター押してこうか。ちょっとやってみようかな。はいはい。レベル18と敵。あ、オッケーオッケー。でも全然ね、このスカー以外はそんなにって感じかな。うん、じゃあ、目の前の敵を順番にやっていこうかな。あるレベル30だからめっちゃ強い。本当だ。で、なんかさ、スキルっぽいのあるからこれやろうかな。せっかくだからいろんなさ、エフェ見たい見たい見たいじゃん。うわー、かっこいい。いいね。エンビーのスキルって何なんだろう。これ3つともスキルかな。なんかこのさ、あ、なんかこの挑発してるみたいな、これやろうか。はい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 、はい、これをこの人にやってみます。あ、引きつけてって攻撃か。そうか、マスゲームだから。はいはい、そう、攻撃可能範囲があるんだね。うん、でもさ、なんでエンビーこんな弱かった。2人あんな強いのに。じゃあエンビーはレベル20だったから。あ、レベルが20だった。そう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 、そういうこと。よかったよかった。で、若干だからエドとアルに比べると今まだ育ってないみたいな。うん、あ、なんかちょっとさ、離れた場所からマスタグ大佐。私一人で十分だ。いや、かっこいい。いや、マスタグ大佐強いよ。強い。あれ、エンビーだけ弱いよ。まあまあやっていきます。まあまあ、さっきのスキルが悪かったんじゃない。そうかもね、うん、そうかもね。ちょっとこれも、あ、そうか。今近くの敵は全員倒したから移動でいいかな。待機かな。だね。そうね。行ける範囲的に。敵がどれぐらい入れてくるか。え？あ、まあ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 、まあ。行くよ。さあ、ルフォンス。お、反撃で。反撃あんだ。半分以上持ってく。あら、あいつは動かないんですか。うわ、なんか新しく増えてきてる。まあこれ全速前進ですね。ですね。てか最初からみんなこっち行けばよかったね。ある。回り込ませて。これさ、ある結構やばいぐらい強いキャラなんじゃない。やばいぐらい強いかも。ちょっと奥義あるけど、奥義はスカーに取っとこうか。スカーに残したいね。ね。え、これ2体当たるんじゃない。あ、違うか。あ、そういうことか。じゃあこうして、なんかテストプレイとはいえさ、最善をやりたくなっちゃう。わかるわかる。あ、でもある、やばいかも。最前線ちょっとありすぎで HP が。本当だ、気づいてなかった。まずい。あ、俺らこれヒーラー入れてないんじゃない。うわ、めっちゃそれ、そういうことだったか。
まずい。ミスった。ミスったかもしれない、本当に。ちょっとある下げてもいいかもね。なるほど、確かに。うん、両の手を合わせることで輪を作り、はいはい、循環させた力を持って連成するわけか。そういうことなんです。そういうことなんですよ、あのポーズは。お、来た、ついに来た。なんか2100とか、これめっちゃ強いんじゃない、もしかして。面白い。HP めっちゃ高い。あ、でも、まあ、やれないことは、やれないことはないね。地味に他のやつも強い。なんかね。いや、そっか。4の3だからまだあれなのかも。ここで、でもスカはちょっとゴリゴリ削っていくね。うんうん、いいと思う。逃がされ。奥義みたいよね。遅い。あ、大丈夫大丈夫、そんな入らない。で、ちょっとまず北海どけて、北海どけて。なるほどね、なるほどね。うん、今回なんかこの辺やっといてもらって、あそこの3つ並んだところをアルフォンスの奥義でやってもらう。ゾンテやりましょう。一掃してもらいましょう。ここ行ってこういうことだよね。そういうことだね。こうするとこの範囲内の3人に当たると。前へ進め。決めたんだ。かっけえ。やっぱ強い強い強い。あ、でもこれ結構僕好きなジャンルのゲームだな。これ面白いね、操作性もちゃんとしてるからね。エンビさあ見せてくれ。エンビさあ、つまんないな。おっ、かっこいい。南さんの声。あ、強い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 。遅い。オッケーオッケーオッケー。エンビ欲しいなこれ。使えるよ奥義。あ、来た。鋼の炎の大佐、いくよ。えい、死ぬまで殺すだけだ。いや、かいや、マジチート。かっこいい。後ろの人倒したし。あ、やっと、あれも柔らか。打たれ弱いのかもしれない、ね、攻撃力が強い。攻撃力みたいな。まずい。大丈夫、大丈夫か、背中大丈夫。あ、あるだ、あるか。あ、それやられるよ。反撃で、反撃で、まあ、やられるよ、それ。そうなのよ。終わりよ。アルフォンスの反撃強いのよ。スカー倒した。遅いと言っている。兄さん、逃げた方が。このシーンは、これ映画でめちゃめちゃ良かったシーンじゃん、これ。このシーンは、これは。ならば、まずはこの鬱陶しい右腕を破壊させてもらう。あ、兄さん。これ予告でも使われてる。ね。オッケー、4の3すごい、クリアさせていただきました。面白い。いや、夢中になっちゃった。楽しい。え、いいっすね。ちょっともうちょっと続きやっていいっすか。4の4いっちゃいます。いいっすか。いっちゃいましょうよ。ょじゃあちょっとこのまま続けて先の4の4のストーリーもやらせていただきましょう。じゃあちょっと今度はパーティー変えようかな。変えよう変えよう、ね、どうします。ヒーハーは積むか。そうだね。まということはウィンリーがいいかな、まず。そうね、ウィンリーを大佐と変えます。今回映画でその復讐者スカーで出てた人から選びたいよね。ああ、なるほど。なんかランファンとかどうすか。うんうん、いいですね。ちょっとエンビーね、もう見たからいいや。早いな。 なのでもう一枠。早いな。もう一枠。このあ、じゃあ崩壊の場所。あ、リンヤオね。うん、リン、リン、防御、ん？範囲化特殊だって。なんだそれ。なんだそれ。範囲攻撃は強そうよ。行ってみますか。じゃあこれで。いいんじゃないですか。スカーどこにいるの？この先に。スカーは、え？え？ずるい。ずるいわ。めちゃめちゃ囲まれてるじゃん。めちゃめちゃずるいわこれ。自分から喧嘩ふっかけてきておいて、何ですかそれ。卑怯者め。卑怯者め。遠い敵から叩いていくのがいいと思う。逃がされ。高齢の流浪人だって。強すぎだろマジで。そんな人戦いに駆り出さないであげて。確かに。確かに。若い流浪人はいいよ。うん、あ、まだね、これさ、うん、連携みたいの行われたぞ。え？今アルフォンスが攻撃したら、うん、エドが協力してくれた。おい、ちょっと待てよ。多分なんかさ、見てなかったぞそこ。そういうのあるんじゃない？こう隣接してたらやってくれるみたいな。なるほどね、なるほどね。すごいぞ。これちょっとちゃんと勉強したいです。ここで待機。
ちょっとサクサクと進めていこうかな、はいはい、ランファンさ、やっぱさ、うん、足速いから移動範囲広いんじゃない？4マスもいける。そういうこと。多分、うん、本当だ。ウィンリー今ね3マスぐらいだった気がするんだよね。機動力とかもあるのかな。あるんじゃないかな。かっこいいんだけど、ってかかわいい、かっこいい、かわいい。あ、でもめっちゃ食らっちゃったかも。大丈夫、ウィンリーいるから。そうだった、でもウィンリー行動終了しちゃった。 Oh no。 でも今なんか回復してなかった。あ、もしかしてそうかな。あれ、範囲型っていう割に、ん、支援技かな。支援技っぽいな。ちょっとじゃあ、あ、ここいけるわ。あ、移動の仕方が特殊なの。そうなのかな。なんか難しそう。難しいな。一旦じゃあこの辺で待機しようか。なんだそれ。味方にも当たって逃げた。カウンターするか、リン。悪いな。オッケー、ナイス。あー、かっこいい。いいね。エイト反撃ないんだね。そうね。反撃スキルみたいなのつけれるのかな。ちょっと隣接して、あ、でもどうだろうね。そっかそっか。まずウィンリーからで、これが回復と見た。うおーどうでしょう、範囲広っ。あ、めっちゃ強いわこれ。必要だわ、ウィンリーめっちゃ強いわ。絶対必要だった。一積み確定なんだよ。そうだね、ヒーラーは。ヒーラー絶対必要だね、うん、だしこうバラバラになっちゃうと回復しづらいから、うんうんうん、ある程度まとまっていくみたいのも大事かもね。で、なるほど、連携できるキャラは連携技で。はい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 。おっと、鋼の錬金術師モバイル面白いぞ。これはおもろいな。なんかさ、反撃するときとしないときでさ、相手が遠距離の攻撃してくるときって反撃しなくない、うん、そうだね、そんな感じがする。これするんじゃない。ほら、ほんとだ。だから近接攻撃相手がするときだけ反撃スキルみたいなのが出るのかなって勝手に思ってるけど。 あ、やべ、ランファンやられちゃったかも。 Oh no！ ごめんランファン。おい、リン背負ってやれよ。あ、エドがやばい。あ、エドやばい。え、ちょっと待って、ここめっちゃ強くない？強いかもしれない。国にあだ名。あれ、あれ、あれ、やってみるがよい。助けに来てくれた。この我が輩を倒してみせよ、この剛腕の錬金術師アレックス・ルイ・アームストロングを。もしかしたら、え、これもしかして、全く次から次へとランファンとか入ってくるんじゃない？こちらから出向く手間が省けるというものだ。これも神の加護か。うお、やはり助っ人だ。でけえ。ならばその勇気に敬意を表。我がアームストロング家に代々伝わりし芸術。これぞ我がアームストロング家に代々伝わりし。気合入ってるな。このアニメーション気合入ってるよ、ね、ちょっとこれスカーに全速全身行ってみますわ。で、打ち込んじゃって、打ち込みます、この奥義、うん、かっけえって。おお派手。お、結構入った。勝てぇ、勝てぇな。いっ、どうしようかな。まあ、でもこっち行くでいいかな。うん。で、これで流しすると詳細が見れるということだったんで、もう HP を回復する、一体を回復する。なるほどね、なるほどね。あ、攻撃技もあるよと。攻撃何、範囲スパナ投げんのかな。ね、なんかクラッカーみたいな投げそう、ね。こっちかな、リン優先して。何やってんのよ。いよいよ破壊と創造は表。なぜぬ。っていうか、なんて無茶な錬。なーに、同じ錬金術師なら無茶とは思う。錬金術師、やつも錬金術師だというのか。錬金術師だというのか。やっぱりそうか。錬金術の錬成過程は大きく分けて、理解、分解、再構築の3つ。これもめっちゃ印象深いな、これ。錬金術をさ、なんかこうファンタジーのものじゃなくちゃんと科学として描いてるのがこの作品の素晴らしいとこよね。じゃあ奴の言うか。ああ、しかも狙うのは決まって国家資格を持つものというのは一体。一旦先にミンリー動かして。ああなるほど、うん、回復。ああでもあれだな、ちょっと待って、ついでにアルも回復したいと考えると、ここに入れて一
界奥義を入れる。前へ進むって決めたんだ。あ、倒してちゃった？あ、倒してはないか。じゃここでウィンリーにしてちょうど使えるようになったこの範囲攻撃をします、うんうんうん、あ、ここから起点に2マス範囲ってことか。でもあるもね、回復したね、うん、OK です。お、なんかこの3人が揃うのいいなねえ。ここでリンのために道を開けてあげつつ攻撃もしていくと。そろそろ倒せそう。おお、あと最後リンの攻撃でいけるんじゃないか。これはなんかこれ見てみたいな。いけ。あ、意外とシンプルだった。そしてちょっと残っちゃったかも。何にしたの今何したの今ちょっと残った。シュイッツ。キラーなんなんだ。なんかこれ開発人の中にアレックスファンがいる雰囲気が漂ってるんだけど。ここは絶対にキランって入れたいんですよ。ヒゲのキランと。行くよ。はい。遅いと言ったぞ。あ、後ろ取られた。遅い。どうだ。お、反撃で倒したね。おー、最後エドでちゃんと決めました。ブラーボ。これで勝利条件達成したから勝ちかな。お、いいよ。サングラスが取れて、はいはい、赤い目が、はいはい、赤目もイシュバールジ。イシュバールの民か。やはりこの人数を相手では分が悪い。いや、そっちもまあまあ多かったぞ。めちゃめちゃ。むしろそっちの方が多かったぞ。さっきまですげえいたからな。おっと、この方位から逃れられると思っているのかね。下にね、地下水道に。このシーン実写超かっこよかったな。追いませんよ、あんな危ないやつ。どうやってやってんのって思ってるだろうね。防衛するだけの時間を。いえいえ、時間稼ぎどころかこっちがやられぬようにするのが精一杯。さあ、ということでね、ここまでかなたくんにもプレイしていただきましたけど、ありがとうございました。ちょっと自分たちが思っているよりはるかにはるかにすごそう。すごいゲームです、ね、これ皆さん。まあ、ゲームのチャンネルなんでね、うん、まあ、ゲームには割とこう厳しめな評価してきますけど我々は、はい、これはね、本当そのモバイルゲームとしては相当レベルの高いゲームなんじゃないかなっていうのは、うん、この一瞬ですけどね、ね、すごい感じたな。だし、これがまだまだ夏とかまでさ、さらに開発が続いていくと考えるともっともっと良くなっていくわけだし、うん、なんかこの感じだとすごいボリュームをさ、なんか最後の方まで作ってくれそうな雰囲気があって楽しみだね。4の4であそこってことはめちゃくちゃ長いと思う、うん、まあそうね。これクリアするってなると結構やり込み要素が強めのゲームなんじゃないかなって思うから、いや、いいと思います。相当いい時間楽しめると思いますよ、これは。出たらもう速攻でダウンロードします。そうね、事前登録とかあったらしなきゃね、はい、そしてですね、ここでなんともう一人スペシャルゲストが、うん、超スペシャルです。すごい、遊びに来てくれました、この方です。わーわーアニメ鋼の錬金術師エドワード・エルリック役のパクロミさんです。イエーイ、よろしくお願いします。実写のエドとアニメのエドが揃っている。すごい瞬間に立ち会ってしまった。よろしくお願いします。この野郎エンディー。あ、すごい、エンビーって呼んでいただいた。嬉しい、嬉しい、すごい嬉しい。今です。2人が揃ったことって今まであったんですか。揃うというか、その現場に、うん、あの見に来てくださったりとかはあってですね。あのだからアニメファンの方も大変申し訳ないんですけど、僕あのパクさんのことを、うん、普段ロミちゃんって呼ばせてもらって、すごい、ね、ロミちゃん、すごい、ね、だから、ね、あのそうだからロミちゃんがそうあの許可してくれてるから、うん、あの今日はロミちゃんって呼ばせてもらいますけど、す皆さんあの、はい、怒らないでくださいね。すみません、よろしくお願いします。すごい、いやさんより、じゃあ本郷さんもぜひロミちゃんで、はい、僕がいいんですか。じゃあ今日の間だけ失礼します。まああのね、今日はこう、はい、ロミちゃんが遊びに来てくれたということなので、うん、エドの出番が多いところをちょっと一緒にそうだね、プレイさせてもらえればなというふうに思いますので、最初にプレイしたメインストーリー1の続きを、うん、のみちゃんとかなたくんと一緒にプレイしていきたいと思います。贅沢、はい、初めて見る、よろしくお願いします。あ、初めてなんですね、見るのは。初めて見てないの。
やべ、超緊張する、そんなの。エドだ、もうなんかな。エドなのよ。OK、じゃあ、ロミちゃん始めていきますよ、戦闘。あ、よろしくお願いします。いきます。はい。行くよ。かっこいいのよ、かっこいい。うわぁ、アルがやられてる、アルがやられてる。ダメだろ。来たー、エド。右のやつは任せろ。俺のクラスなら有利に戦えるはずだ。属性の概念もあるんだね。あ、はいはい、属性の相性ね。なるほど。あ、属性なんてあるの？あるっすね。属性。エドはな？エドはなん？物理攻撃的な、物理的な属性なのかな？うん、このかもしれないですね。剣のマークね。攻撃タイプみたいな。かっこいい、ロミちゃん。すごい。ロミちゃん、これは新しくその声とかを取ったりもしたんですか？はい、全部しました。全部？めっちゃ大変。全部？全部全部。あ、そうだったんですね。すごい。だからこれだ、鋼をもう一巡した感じのゲーム。そういうことですよね。さっきそのストーリーのパートとかもたくさんやらせていただいたんですけど、これって全部一から撮ってんのかなって二人でちょうど話してたんですよ。話してたところなんですよ。全部撮ってます。やばー、超豪華これ。すごい、もうほんとめっちゃ豪華。いや、ゲロ吐くかと思ったそうですよね。これは大変だわ。あるね、そう、ちょっと大変でしたね。釘宮理恵もなんかあのこれ、ね、収録にだいぶ時間かかってるんですけど、はい、あのどのぐらいだろう、超美、ほんと何ヶ月、あの別にあの毎日じゃないんだけれども、はい、何日か分けて撮ってるんだけど、うん、なんかかかってて、その間なんかもうほんと鋼に持っていかれて、ちょっと私具合悪いっすって言ってたね他のお仕事もあるだろうし、ね、それぐらいやっぱり江戸のカロリー消費というか半端ないわ、それわかんの山田ちゃんなんかね、なんか常に全力だから持ってかれるんですよね。そうなのよ。ね。そう。絶対これ取り直したんだ。いや、もうこのゲームでね、エンビの切なさがすごい、なんかさらに思いなんか知りましてね。はい。相当大変だったんじゃないかなって。そんなにそのエンビの最後的な部分とかまでも取ってたりするんですか？これ言っていいかわかんないですけど、あの言ってもうカットしてもらって全然あるんですけど、全部やってます。やばいっすか。マジ？まあもしダメだったらピロリロってしといてください。すーげー。全部やれるんですかこれ。ロミちゃん、このゲームめっちゃ面白いっす。マジ？めっちゃ面白い。本当ね、いやでも嬉しいな。もう本当ゲロ吐きながらやってる。そう。あのね、やってて思ったのは、ハガレファンも。ゲームファンもどっちも楽しめる内容になってるのがものすごいいいバランスのゲームだなと思ったんですよね。マジか、うん、私でもできるかな。あ、でもそのアクションゲームじゃなくて、こうゆっくりゆっくり一つずつ操作ができるんで、多分できると思いますよ。できます、できます。これはちょっと3人で1回やらせてもらえませんかね。ぜひ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 、ちょっと教えてもらいながらぜひやらせてください。進んだね。コーネロと戦っていました。マジかー。なんかちょっと不思議な感じ確かに、エド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 みたいな。いや本当でも全部新しく全部撮ってるし、すげえ。なんだったらアニメやってないところとかもうやってるから、でもめっちゃ原作重視でやってるから、なんて言うんだろう、本当に三巡目しましたっていう感じですね。これそうかそうか。ハガレファンの方はだってアニメでやれてない部分がこれで出てくるんですもんね。そう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 。いや、これは嬉しいし、やるしかないな。実写、実写、私まだちょっと見させてもらってないけど、どこまでどうやってどうなっちゃってるわけ。いや、もう超楽しみなんだけど。ああ、もう結構ね。実写も最後まで、ね、しっかり完結編って銘打ってやってるのでもうちゃんとナレーションさせていただきましたよ。ありがとうございました素敵なナレーション。いや、なんか完結編って
来るね。来る。言葉がね、あもう完結、あもうやっ、あ実写、わあ完結みたいな、なんか本当にテンション上がっちゃったけど。ちなみにロミちゃん勝ちました。はい。そうこうしてるうちに、ね、そうこうしてるうちに全部ちゃんとやって、ちゃんと勝ったの？勝ちました、勝ちました。いやすごい、すごい。いやこんな感じでね、ゲームは進みますけど、ロミちゃん、このゲーム今ご自身でご覧になられてどうでした？いややっぱりこう当たり前のごとく手はもちろん抜けないんだけど、うん、なんかもうさらにやっていて本当に荒川先生の世界がすごくて、本当に原作重視でこのゲームをやらせていただいたので、はい、本当になんかゲロ吐きながらやったあのものがこうやって動いているっていうのがやっぱりちょっと感動的だし、あのストーリー部分とか本当あのなんて言うんだろう、忠実にやってると思うので、また今回絵も、うん、あの変わってると思うので、またちょこっと、うん、あのここら辺すごく楽しみにしてるし、今動いてるの見てすごい本当なんかちょっと嬉しかった。ちゃんと大きい画面でちゃんと見たい。そうですね、あの、うん、このチャンネル本当にそのゲーム好きな方もたくさん見てるんですけど、うん、あのね、かなたくんと一緒にそのロミちゃん来る前までやってたんですけど、うん、本当にゲームとしてのクオリティがあのモバイル版とは思えないぐらい、うん、めちゃくちゃクオリティ高いゲームなんですよ。だからゲームファンの人もさっき言った通りハガレンファンの方も本当に楽しんでもらえるゲームだと思うんで、うん、いやそのゲロ吐いた甲斐がありましたね。そうね、ゲロゲロ好きだよね。いやでも僕らもあの出たらすぐダウンロードして最後までプレイしたいなというふうに、そのロミちゃんの勇姿も含めて、いや本当、いやそんな、じゃあそしたら実写を見ながら今度実写を見ながらゲームをしながらご飯を食べよう。最高すぎる。我々にとってはもうこれ以上ない喜びでございます。ということでね、ロミちゃんお忙しい中、ね、今日はありがとうございました。ごめんなさい、申し訳ない。全然全然もうすいません、もう本当に、いや元気そうで何より。何やってんの。いやでもすごいお元気で方だって。じゃまたお会いできる日を楽しみにしてます。あのいろいろ頑張って、体調にはお気をつけて頑張ってください。すいません、ありがとうございました。さあ今回は映画鋼の錬金術師完結編とのコラボ企画ということで、鋼の錬金術師モバイルをプレイしたわけなんですけど、本当にちょっとびっくりしませんでした。いやあのなんか正直舐めてたかなっていう、そうなんかかなり上に来られたなっていう感じで、すごい楽しかった。そうなの、なんか鋼の錬金術師モバイル、まあ言ってもモバイルのゲームだからな。そう私人気タイトルがあればある程度ユーザーやるでしょうに甘んじてなかったなっていう。全くあのゲーマーの我々が本当に心から楽しめるゲームができてしまってるぞという、ね、すごい期待値が上がりました。ちょっと驚かされたなっていうふうに思いますね。まあね、そのゲーミングチャンネルなんで、あのちょっとあの心苦しいんですけど、あの我々あの実写化やらせてもらってまして、あのもし よろしければあの鋼の錬金術師完結編復讐者スカが今公開中ですね、うん、あのもしお時間があればでいいので、あの劇場に行ってくれればなというふうに思います。ものすごく山田くんが頑張っててめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひ多分皆さん見に行ってくれると思う。あのいつもギャーお前ふざけんなよみたいな言ってる山田とはちょっと違う姿が見れるかもしれないですね。かっこよかった、はい。そして6月24日には最後の錬成が公開というふうになりますので、もうこっちではね、今公開中の復讐者スクワットそこで終わるかっていうところのエンビで、あー確かに、おーそこなんだっていうところからスタートだったりしますから、ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。完結まで描いてるから ね見てほしい。だから鋼の錬金術知らない人、原作見て、まあアニメ見て、実写化見てゲームやったら、よりこうゲームの深さみたいな、そうだね、ゲームの理解度も増してより楽しくなるかもしれないですね。いやでも何よりこのレオの遊び場にかなた君が来てくれたっていうか、呼んでくれてありがとうございました。めっちゃ楽しかったし嬉しかった。いやなんかあのまあこれが可能であるの
ならば、うちに来ても大丈夫だなっていう、え、いいの？ふうに僕は思ってるんですけど。言いました？聞きました？聞きました？やったー。いや、なんかね、機会があったら他の、ね、ゲームとかもぜひぜひ一緒にやったらいいですね。してください。いや、こちらこそすごく楽しかった。そしてロミちゃんもすごい素敵な人ですね。本当にすごい素敵な、今日初めてお話ししたけど、なんか2人の仲の良さとか見れてすごいほっこりしました。そう、なんかね、やっぱ恐縮するじゃないですか、我々の立場で。もう憧れの人ですし、だけどもう会った時にパクさん初めましてみたいな、もうパクさんやだロミちゃんって呼んでみたいな。すごい素敵だわ。すごい素敵な方で、なかなかできないな、分け隔てなくというか、あれだけもう大御所の方でもそういう風に接してくださるっていうのがすごい嬉しいですね。そんなロミちゃんが頑張ってる、あのゲロ吐きながら作ったね、モバイル版となってますので、もしあの出ますよってなったタイミングがあったら、あの僕たちと一緒にダウンロードしながら楽しんでいただければなというふうに思います。そしてまたですね、レオの遊び場にも今後カンドタの日常にも遊びに行ってあげてください。よろしくお願いします、はい、それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。